おはようございます。今日の話は落合陽一さんの働き方 5.0 と、まあ、2、3年前に書かれた本ですけれども、それをリメイクして作られた本ですね。まあ、2020年システムにはモチベーションがないという題で書きました。2020年は私たちの働き方について大きな変革を迫られる年になりました。年初から世界中で猛威を振るった新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの企業でリモートワークが実施されました。そんな中でテレプレゼンステクノロジーの進化により、まあ、Zoom とかですね、どこにいても仕事ができることを実感した人も多いと思います。人と人との非接触型インターフェースの浸透を社会には促したとも言えるでしょうと。リモートワークによって使える人的時間的ソースが限られる中で、やるべき仕事がおのずと抽出されてきた面もあります。無駄な会議に出なくてもいいミーティングが排除されてですね、いろんなビジネスチャットやビデオ会議で課題を共有するなど、テクノロジーで解決できることはそれに任せることが増えてきましたと。ジョブディスクリプションといいますけれども、まあ、これ職務内容を詳しく記述した文章ですね、まあ、契約書みたいなものですけれども、その必要性を痛感した人も多いと、まあ、日本ではですね、これができてないからリモートワークが進まないんだという話もあります。で、まあ、今の大学生の親世代が子供だった時の日本っていうのは、真面目に努力していればそれなりに幸福になれたんですね。いい学校出て、いい会社に入れば定年まで安定した生活が約束されて、定年後も十分な年金をもらうことができたのが戦後の日本です。むしろその世代の均一性がですね、今の乗り遅れた日本を作ったとも言えるんです。これ本当に厳しい話ですね。で、システム、まあ、これはAI とか IT ですね、にはモチベーションがありませんと。そこが人間との大きな違いです。で、モチベーションのない人間は発達したコンピューターにいつか飲み込まれてしまうよと。これがやりたいというモチベーションのある人間はですね、逆に手助けしてくれるけどねと。だからやりたいことがない人というのは機械に使われちゃうよという話なんですね。で、まあ、このいい例がですね、Uber Eats なんだと。で、ほとんどの仕事はサーバー上で、自動的になされていて、品物を届けるところだけが人間を請け負っていると。これは見方によるとですね、機械が人間を道具として使っているというふうに考えることもできると。使われちゃってるということですよね。 ですからこれからですね、我々が生き延びていくにはですね、コンピューターにはやる気がないわけですから、まあ、あったら大変ですけれども、やる気のない、意欲のない人というのはこれから機械に使われる運命にあるよという話です。じゃあ今日これで終わります。